洋徳軍は、朝鮮民主主義人民共和国平安南道に属する軍。一遊、十八里を管轄する。高麗時代の九百三十八年、洋岩尾鎮が設置された。九百八十三年には新たに樹徳鎮が置かれた。朝鮮王朝初期の千三百九十六年、洋岩尾鎮と樹徳鎮を合わせて、洋徳県が置かれ、西北面に属した。 1413年以降平安道に属した。1895年、平安府所属の洋徳軍となり、1896年に平安南道所属となった。1914年、テグ面を成川軍に移管し、旧面からなる洋徳軍が編成された。1943年には洋徳面が洋徳優に昇格した。 1945年8月15日の時点で、洋徳軍には一遊六面が存在した。1952年12月、総流面、下村面、五光面が分割されて、新洋軍が編成され、残る洋徳面、東洋面、大林面、温泉面で洋徳軍が再編された。1967年には二里が新洋軍に編入された。2003年時点で、 一遊十八里から構成される。この節の出展に洋徳温泉文化休養地は北朝鮮が洋徳軍で開発したリゾート施設である。温泉施設、宿泊施設のタスキー場なども設けられている。金正恩を迎えて2019年12月7日に春行式が行われた。2020年1月10日に営業を始めるも。 新型コロナウイルス感染症対策のため2月25日から休業に入っている。施設整備には2億ドル近くもの革命資金が投じられた。ありがとうございます。